アフリカ大陸の西部に位置するブルキナファソ国への理解を深めようと、ブルキナファソナショナルデー in 松阪が11月18日、鎌田中学校で開かれました。このイベントは、ブルキナファソ国の生活や文化に触れて、国際的な感性を育むことを目的に、鎌田中学校とその学校区にある第4小学校、港小学校の6年生の生徒らを対象に行われました。松阪市とブルキナファソ国は昨年12月にブルキナファソ国大使が竹上市長を表敬訪問、また竹上市長も今年6月に東京の大使館を訪問するなど、近年交流を深めています。この日は初めに竹上市長が挨拶に立ち、世界にはたくさんの国や地域があり、勉強することによって私たちがどういう位置にあるか、国際的な教養を考える一日になってほしいと話しました。続いて講演会では、イネス・バキオ臨時代理大使が、国土が日本の7割ほどの広さであることや、ブルキナファソという国名は正直で高潔な人という意味であることを映像を使いながら説明しました。ブルキナファソではどんな生まれ範囲が使われるんですか？ブルキナファソは西アフリカでして、西アフリカ経済共同体に属しています。この経済協力体は8カ国が加盟しておりまして、この8カ国で共同の通貨セーフアフランというものを使われています。講演の後には、アフリカンドラムの演奏やライオンキングのミュージカルを鑑賞し、子どもたちはアフリカ地域の文化を楽しみました。やっぱりアフリカの方なので、やっぱりすごい松阪とは全然違う文化を持っていたので、すごいびっくりしました。松阪とブルキナファソの共通があることで、これからもそういう交流があることが今後続いていけたらなと思いました。